メディアを再生する事故のビデオ映像墜落現場の C-17、機の残骸墜落した、C、C-17 機のビブアークティック、サンダー航空ショーの期間中に死亡した、搭乗員たちの喧嘩書として使用された、別の C-17 機2010年のアラスカでの C-17、機の墜落事故は、2010年7月28日に、アメリカ空軍の軍用輸送機が、 アラスカ州のエルメンドルフ空軍基地で墜落し、乗員4名全員が死亡した航空機事故である。この事故機は、ボーイング C-17 グローブマスター3で、この事故は C-17 が起こした最初の死亡事故であるとされている。搭乗員たちは、エルメンドルフ基地のアークティック、サンダー航空ショーに参加する準備を行っていたところであったが、この航空ショーは3日後に、 事故の追悼として開催された。同系機の C-17 この機体は、ボーイング社で製造された4発の C-17、グローブマスター3であった。第3航空団に所属し、アンカレッジ近郊のエルメンドルフ空軍基地で、第176航空団と共同で運用されていた。空軍のシリアルナンバーは00から0173、スピリット・オブ・アリューシャンと命名されていた。 アメリカ空軍は、現役の部隊、空軍予備役軍団、空軍周兵で199機の C-17 機を運用しており、エルメンドルフ空軍基地には2007年6月から配備されている。事故当時、基地では、現役の第3航空団、第517空輸飛行隊と、アラスカ州空軍令下の第176航空団、 第249空輸飛行隊により8機の C-17 機が共同で運用されていた。この事故は C-17 機での最初の死亡事故であった。事故当日の2010年7月28日に搭乗員たちは来る週末の7月31日、8月1日にエルメンドルフ基地で開催されるアークティックサンダー航空ショーの準備のために 現地での訓練飛行を実施していた。この C-17 機はアメリカの航空省の常連で、その短距離に着陸能力は省の見せ場であった。事故機は事故当日の早い時間に別の搭乗員たちにより飛行していた。2010年7月28日午後6時22分頃に事故機はエルメンドルフ基地のレイロック滑走路から来るアークティック サンダー航空省のための飛行訓練に離陸した。初期上昇して左旋回をした後に操縦士は急激な右旋回を行った。機体が傾くと失速警報装置が作動して、搭乗員に失速間際であることを警告した。失速からの回復手順を実施する代わりに操縦士は旋回を続け、機体は回復不能な失速状態に陥った。 事故機は飛行場から約2マイルの地点に墜落した。アンカレッジ消防署の署長は、アンカレッジから約2マイルの地点でおよそ750フィートの火球が空に広がったと語った。墜落現場からの破片は、基地区域を通って、わしらの北へと毎日旅客用列車と貨物列車が走るアラスカ鉄道の線路に沿って200フィートの範囲で撒き散らされたが、 墜落した時刻にはそこを通過する列車はなかった。この墜落により登場していたアラスカ空軍州兵、第249空輸飛行隊所属のパイロット2名、エルメンドルフ基地中流の現役部隊である空軍の第517空輸飛行隊に所属するパイロット、アラスカ空軍州兵、第249空輸飛行隊所属のロードマスターの4名全員が死亡した。 現場近くを通る鉄道は、軌道の修理のため、貨物輸送を中止、旅客はバス輸送に代替された。航空省は死亡した4名の搭乗員の異例のために予定通りに開催された。墜落に関する事故調査報告書が2010年12月13日に発表された。そこでは急激なミニ旋回軌道を実行した、パイロットの過信が低高度での失速を招き、 機体の失速警報装置が正常に警報を発していたにもかかわらず、パイロットもその他の搭乗員も適切な対応を取らなかったことで、墜落に至ったという操縦ミスが指摘されていた。幾人かの航空評論家の指摘では、この墜落事故は、ワシントン州のフェアチャイルド空軍基地で発生した1994年の B-52 爆撃機の墜落に顕著な類似を見せている。 双方の場合で、地元の空軍の指揮系統は、大型機の展示飛行で故意に危険な飛行を披露しようというパイロットを阻止することに明らかに失敗していた。ウィキニュースに関連記事があります。C-17 クラシャスニアエアフォースベースインアラスカ。ありがとうございます。